あ、待って、ミュート、ミュート大丈夫。うわガチガチおガチガチのガチ、ここ起こしなくていい、うん、大丈夫だもん、うまいよ、うまい、うわー時間のスタート、めっちゃくちゃうまい、うまっ、狂気でこれフラット。やってまいりましたバーベキューダウン、よいしょー、押し切り、押し切りです。でね、今回バーベキューなんですけど、肉がないぞと、野菜しかないよ、スタッフさんに肉は買わなくていいというふうに言われてまして、今回は肉ありますと、肉あります、おやおぉ、ちょっと待って、ちょっと待って、持てる持てる持てる、ちょっと寝違えてるからマジでやばい、お手紙もあるよ、いや、お手紙はお手紙がありますよ、なんで高田さん代表して、読んでください、しっとりした空気に緑の香り、初夏の子やってセブンオーダーの皆様におかれましてはますます青春のことと、ご清聴ご清聴と、ちょっと飛ばすね、ここね、今回その一番大事だよ、大事だよ、改めて2年目に突入おめでとうございます、はい、今回そのお祝いとして我々スタッフよりバーベキュー用に7万円の高級霜降りブロック牛肉を5キロ用意させていただきました。うわー！うわー！ガチ！ガチ！重っ！ガチガチのガチ！めっちゃ霜降りじゃん。ただちょっと待って、続きがあります。しかし、ただ食べるだけだとただの思い出作り動画になってしまう。いや、それでいいじゃん。ブロック肉5キロを60分で完食していただきます。万が一食べきれなかった場合は自腹を切るか川に飛び込むかどちらかを選んでいただきます。おやおや焼くの含めたら60分で一瞬だよ。じゃあ肉行こう、肉え先にこれ野菜処理しないと使えなくなっちゃうよ。パイちゃん料理得意ですよ、油飲んで料理よくするって感じですよ。いや、よくするのがすごいよ。パイちゃんもうそこら辺きっちりしてるから、よーし、じゃあ行けたー、よーし、じゃあこのままじゃダメだから料理長、これ一回、うわぁ、そっそい、一旦じゃこう行ってみる、はい、まあそうそう、はい、入れんの、お、はい、なんか中になる、見て、見て、あ、待って、断面すごいよ、見せて、ちょっと待って、俺食えない気がしてきた、やばい、じゃあとりあえずこれ行くよ、俺、うん、行っちゃってください、またこいつ自体がもう牛脂だから、うわぁ、やばい、よいしょー、うわ、俺はすごいわ、やばくないですか、この目力、一人こんぐらいぐらいだったもん、7、そうだよ、それキャラマジでうまそうじゃない、あおいおいおい、頑張ったな1年ちょい、うわうまそう、どうする、逆にいい匂い、こうこうこしなくていい、大丈夫だもん、贅沢だよ、ね、チョコロッキー危ない、やばいね、あー100うまいよ、100うまい、冷凍庫おにぎり食べて、これでやっぱね、大自然の中で食うおにぎりはうまいのよ、先輩ちょっとなんか余裕な人がいるんですよ、余裕だな、今おにぎり食ってるの、でもいける説あるよ、英語だもんね、だってかぶりつきたいね、誰か、行こう行こう、今日実はさ、まあ誕生日じゃんか、そうね、うまいもんね、おいしく食べて、よーい、どう、うまい、うわー、どうどう、始まった、ジガンのスタート今のサムネでいいかもしれない、うまいで、サムネで、うまくりした瞬間にさ、肉の脂がうわーって、めっちゃうまいよ、うまい、うわーって言ってさ、もう大好物、やばすぎる、これはうまっ、うん、うまっ、やっか、いいのかこんな人生で俺はこれ、うまっ、絶対いけるこれ余裕だと俺は、そう、俺本当にさ、みんなで食ったら一瞬じゃない、いけるかもね、これ意外と俺たちのアピード結構いけそうっすよね、やっぱ男7人いるんすよ、サーフィアね、もうね、お腹いっぱいですから、サーフィアくんもお腹いっぱいだよ、マジで限界だごめんなさい、いや限界、サラビーそれもうあれで飛び込む決定諦めたら、いやでもチームワークじゃん、ワンチームワンチーム、 YouTube 外行くの初じゃん、うん、自粛明けでいきなりこんなに食ってるの、僕らマジで家って感じだ、部屋の模様替えしてゴミ袋10袋ぐらい物とか捨てて、タイでバーベキューしたの、俺バーベキューしたな、そうじゃん、ベランダでオーツバーベキューだ、うん、家族でやりました、ね、僕は映画見てゲームして読書しました、あととんかつの作り方をレシピ見ました、ね、僕はあの体のメンテナンスしました、たくさん寝る、たくさん寝たり朝飯食べて寝て
食べて。フードファイターじゃん。じゃあ、行きたいがある、行きたいが。行かそうよ。これできるわ。見つけ時にいました。曲作ってましたね。やっぱ僕、曲作り始めて、まだ1年ちょいなんですよ。だから、やらないと追いつかないというか、半分宿命、半分趣味みたいな。まあ、真面目な話するとデザインごととかに、服の書き溜めといて、T シャツにしたりとか、ちょいちょいデザインごとのお仕事とか、あのメンバーの普通のこととかもやったりとかして。多分痩せたと思います。転職になって、カップラーメンとか、ポテチとか、そういうの食べるようになっちゃって。あ、でもお母さん結構優しいね。ゆうこす。ゆうちゃん。ゆうちゃんなぁ。ゆうちゃん秘密にしてたの、お化粧してんなって思ったんだよな、今日。謎に。みえさん、みえさん食べてください。みえさん痩せちゃってっから、この自粛で。マジマジマジ。なんでそんな本気で拒否する？一人の以上食べたら。めっちゃ拒否するんじゃん。あ、どんぐらい？何パーぐらい？ 80%。 うん。あ、もうあと TKG で終わり。でも俺も意外とさ、切って焼いてたからまだ5いってない。食べ方の分かり5ぐらいで。あ、ナナとハジちゃんがまあ5ぐらい。俺も 50% ぐらい。アランは6。いやでも結構さ、なんかじゃあお腹なんかあんのよ。油がいい肉だからさ、油が9なのにさ、なんで握って食べたの？でもやっぱミュートには食べてほしいよね。食べた？食べた。みんなで頑張るじゃん。いや、食べた。切れてない。一人役割の分食べたよ、俺は。食べたの。なんでお前食べたの？バリアードみたいになってるから。じゃあ持ってたけど、持ってたけど。いけないの。あ、待って、ここ空いてるわ。届かない。ここ空いてる、ここ空いてる。ここ近く空いてるわ。うまい、うまい。俺らがこんなこと言ってる間に黙々とケンちゃんめっちゃ食ってるから。めっちゃ食ってる。めっちゃ食ってる。めっちゃ食ってる。めっちゃ食う。めっちゃ食う。うまいんだもん。すごいよ。サナピーもう諦めた。あら、諦めてる。早いな。諦めてるぞ、サナピー。あとはよろしくね。え、嘘でしょ。嘘でしょ。うまそう。買ったばっかのズボン。今日着てるこれ、ブランド。躊躇あるからね。冷たいんじゃない？どう？いやいやいや、それはできねえっす。いやいや、ダメだよ。ダメだよ。これ入ったことなんだよ。何？あ、もう食う。逃げてる。入ったんだ。もう食うんだよ。終わり。あ、待って、ミュート。ミュート大丈夫？ミュート。ミュート。ミュート。あ、ダメ。めちゃくちゃ浅っ。もうあの脱毛です。脱毛です。今もうここで。あっ、一番ダサい人が今生まれたけどね、これによって。え、ダサくないよ。あ、19分だと。マジ3キロから4キロぐらいしかまだ食えてないって。全然食えてないじゃん。よしよしよし。ガオパフリカすごい。マジで。ダークマテリア。ちょっときつくなってきたね。カーピーなんなマジ。食わねえし濡れねえし。どうなんすか。どうなってんすか。中途半端。師匠が。説得力がもう半端じゃないから。師匠も。だってこのバンズも昨日買ったやつだから。なんでそれで来たの。いるよね。バーベキュー行った時にこういう友達必ずいるよね。たまみんなで行こうぜみたいな感じの時も。いや、ちょっとあのお兄だから。逆に入らなきゃいけない正義って何なの。あー、行っちゃった。入っちゃったね。師匠の横で。師匠の顔見てみ、ほら。ごめんなさい、師匠。師匠、ごめんなさい。師匠、ごめんなさい。ロックン。もう行こう。見てても終わらんから。師匠、アランおかしいな、様子。アランがシューシュー言い始めて。アランのシューシューなかなか。でもさ、じゃあ、フードファイター剣がね、背中めちゃ丸い。いや、フードファイター剣、前半頑張ったから。めちゃくちゃ頑張ってくれたから。後半頑張るって言いたいの。言いたいんだよ。だけ。言ってくれ。言ってくれよ。やめなさいよ。言ってくれ。言いたい。もう。みんなで送りに来て。でもさ、あいつらさ、頑張ってくれたじゃん、今まで。こっから俺ら残り時間頑張るって言いたいから。でも、あそこにアランがいるのは俺違うと思う。俺はあいつら。アランは違うから、ちょっと一回さ、アランをタイムいい、タイム、うん、いい。あ、ちょっと人間なんだ。
張ったんだよ。そうなの。ほらやっぱ食べれるチームはね味方してくれるのよ、こうやって君たちは心のキャパが狭いな。仲悪くないやばいぞ、あと5分だぞ。一気に来た。いや一気に来た。うおー危ない。いいよ、いい技がある。喋ってみ。ファイター剣がもうやばい、30秒こんな自衛をもう募集してる。肉食べ過ぎてバカになっちゃったって。治療終わった。ウィキレーズ、ウィキレーズとかの声量の残りじゃねえよ。オープニングの衝撃ぐらいまだあるから。結果はいい肉っていうのはほどほどしか食べれない。たしなむくらいがいいんだよ。食べきれず。いやでも食べきれずっていうゲームじゃねえからね。食べきれず人はくそ食べきれず。この動画がいいと思った方はグッドボタン。グッド下げろや。マットだよこの動画。どっちかだっつってルールだろこれ。ちょっと財布ないんす今。そんなやつは入るの。俺は財布に1万がねえから入るんだ。食えなかったので、1万円を払いたくない人は前に飛び込む。1万円を払いたい人ここに残る。はい、行きます。みんなでなんかね、川に入れてすごい仲良くなった気がしてる。超気持ちいいです。ありがとうございました。全員で入れてすっごい気持ちよかったよ。ありがとうございました。ありがとうございました。やっぱいいね。いいな、いいな。全員で入れて気持ちよかったな。いやいや、今の気持ちはもう正直にね、バッて行くみんなを見て二人で結構行ったね。俺たち横を見てない。前しか見てない。うわじゃあ皆さん、この動画がいいと思ったらチャンネル登録、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。なんかいいなぁ。